ちゃん。こんにちは。はい。はい。豊さん。はい。豊の視点がまたちょっとずれてるので、パリーグだけ。そうだな。はい。生徒のパのね、まあ、日程がずれてるからね。ずれてるので。で、昨日一人で撮ったんだけども、名古屋で。ちょっとやっぱり一人はやりにくいなと思いながら。なんでか。まあ一人の時しかね。口調が変わるのはなんででしょうね。いやいや、そうだね。話し相手がいないというかさ。はい。まあそういうのでちょっと変わったりとかもするんだけども、はい、それとコメント欄に、こういう字ね、はい、宇多田さん、奥さんが書いてると思ってましたみたいな、うまいじゃないですか、あれ奥さんが書いたやつを持ってってるのねで順位表は補足で自分がこう変わるからか決まってるところを書いて、なんていうの、決まってないところはこう自分が書いたんだけども、兄弟とか、まあそうだね、だから猫とかあれは全部奥さんが書いてます、すいません本当に、はい、前の日にね、英語頃とかないんで準備しましたね、そう、はい、それで、うん、まあ今回はパ・リーグだけということ、はい、でますます分かりません、何がますます分からないのかなということと、おじさんの何がみたいなね、はい、いうことです、うん、はい、それでは早速ね振り返ってみましょうか、はい、振り返ってみようね、はいはい、はい、こうなりました、このようになりました、ちょっとはっきり分かれちゃったな、そうですね、うん、ロッテオリックスが3連勝、そうソフトバンク楽天は1勝1敗ということで、まあそうだね、はい、はい、まあまずはロッテ西武から、西武、まあ首位に立ってた西武と、はい、追ってのロッテということで、うん、ね、まあ3勝0敗ということだったんだけども、うん、まあ一戦が小島と松本、はい、で松本が非常にロッテ戦にはね相性が良くて、うん、まあ好投は長まあしたんだけどもね、はい、うん、で中村の結局逆転スリーランで、うん、ロッテが勝利するという、うん、だからその中でロッテの方の中継ぎ陣、東條、ゲレーロ、オスナという、はい、ね、オスナはメジャー向こうの方でも西武王を取ってるというね、実力者、うん、でゲレーロは2メートルちょっとあるぐらいの角度のある、うん、力のある、はい、ボールを投げると、でまた東條がいいね、うん、ボールがよく動くし、うん、で力があるわ、ね、まあそれもあってか、はい、西武は第一戦クリーンアップが無安打、うん、ノーヒットということじゃやっぱり、まあ、ピッチャーは良くなってきたとはいえさ、はい、やっぱ援護してあげないと、うん、やっぱなかなか勝てないなというね、まあリードしていってたんだけどもね、うん、まあ、だけどその中村の逆転スリーランを食らってしまうという、はい、ね、まあそう1戦目ですね、1戦目ね、はい、で2戦目は石川とエンス、うん、でこの試合は荻野が3試合ぶりに、うん、まあ、1番に入るというね、はい、でやっぱ荻野が1番に入ると、まあ、高部が2番に、ね、自然的になるんだけど、うんうん、やっぱ足の脅威っていうのが出てくるよね、うん、相手にとってね、うん、で今そのパ・リーグのその盗塁王をひた走る高部が2番にいるということで、はい、まあ、例えばワンアウトからでも高部が出ると、うん、まあ、送りバントで進めたように二塁に行ってくれるというね、うん、まあそういう1、2番が組めたということが非常に大きかったかなというね、うん、でこの試合は山川が、8試合ぶりに、はい、まあ、ホームランを打つという、うん、まあなんかこう感じがねだいぶ良くなってきたというね、うん、まあ、コメントを残してるだけに、はい、今後1戦目にクリーンアップがノーヒットだっただけにね、はい、まあ、非常に大きな一発になったと、うん、ただ試合は負けてしまうと、うん、で3戦目、はい、で二木今井の投げ合い、うん、ね、まあ、二木もね非常にコントロールが戻ってきたかなっていうようなね、まあ、一時期その制球がものすごいいいピッチャーなんだけど、うん、まあ甘く入るんだよね、うん、まあこの試合も甘く入って、はい、満塁からおかわり君に、まあ、痛い走者一掃打たれて逆転されるんだけどもさ、うん、まあ試合は勝つという、はい、まあ、ドラマティックな勝ち方でね、うん、で一方今井7回まで109球、はい、まあ、4安打2失点ということで、うん、こっちも
立ち上がりものすごく悪かったんだけども、はい、回を追うごとに安定していったかなというね、うん、まあ、その試合で9回に波乱が起きるんだよ、はい、で平が抑えに出てきたんだけどさ、うん、3安打3四球3失点というさ、うん、まあ平からあんなボールよく3点も取るなっていうような感じなんだけどもさ、うん、やっぱ3四球っていうのも痛いし、はい、でも3安打打たれるかなと思ってたら、うん、まあその岡が同点タイムリーを打ち、はい、まあ、高部がサヨナラを打つんだけどもさ、うん、全部スライダーなんだよね、うん、だからまあ160キロ投げる平にしては、うん、なんでまっすぐで押せなかったのかなというね、まあ、そういうことが非常に悔やまれる。それはなんか理由はあるんですかね。やっぱまっすぐ狙われてるっていうことと、まっすぐがまっすぐでストライクがなかなか取れないんだよね。だからスライダーに頼ったっていうこともあるんだろうけどもね。だけどその悔いが残るちょっといっぱいになっちゃったよね、まあ、それで結局3連敗になるわけだからさ。なるほど、ね、はい、はい、まあそういうロッテ西武戦でした。はい、はい、続きましてオリックス日本ハム、うん、ね、1戦目山岡と田中、山岡はやっぱりいいね、うん、6勝目防御率はまだトップを保ってるというね、うん、だからやっぱこう要所要所を打たれながらでもしっかり抑えていく術を知ってるね、このピッチャーはね、うん、だから非常に見ていて安定感があるわね、はい、で一方その日本ハムの方は、うん、まあ、ビッグボスがいない、ね、でその中で1戦目に松本剛が自打球を当てるんだよね、足にね、足にね、はい、でそのまま打撃が終わって、うん、打席が終わってセンターの守備位置をつくんだけど、はい、その後おかしくなったみたいで、なんかねその後痛みが出てきてっていうことだったみたいですが、そうそう、うん、それで結局は、まあ、松本剛も欠くという、うん、はい、ことになるんだけど、まあ、負傷なんだよね、はい、負傷交代で3割5分5厘、まあ、首位打者をもう2位との差は5分5厘ぐらいあるんだけどさ、うん、引き離して、行ってるそのバッターを失うっていうことがさ、うん、日本ハムにはでかいよね。ねえ、もうそれだけでもなくちょっとコロナが出て、まあコロナもあるよね、たくさん離脱している中で、うん、そうだね、うん、だから非常に痛い選手をまた欠くという、うん、まあ、エースは骨折、はい、左のエースはコロナというね、うん、まあ、今本当に非常事態になってるよね。はい、はい、で2戦目ムクノキ、ムクノキ、ムクノキ、はい、ムクノキと根本、はい、ね、これはこれはすごかったなっていうのは、いや8回 2アウトまでノーヒットノーランやってたんだよ。8回8回、うん、だから結局8回3分の2しか投げないんだけども、うん、だからまあ9回まで行ったということだよね、ノーヒットノーランで、はい、で最後のバッター、うん、2ストライクまで行ったんだよこれやるなと思ったらさ、はい、まあそこから、まあ2エンド2になったのかな、うん、で最後決めに行った球がボール浮いちゃったな、もったいない、いやもったいないよまあ116球まあ11三振ぐらい取ってるのかな、うん、で1安打、はい、ね、まあその打たれたところで変わるわけだけどもさ、はい、なあ2アウト取ってただけにさ、で2アウトの2ストライクあと1球なんだよね。まあやっぱあと1球が難しいんだろうなピッチャーってな。まあねえ、うん、もう豊さん期待の、まあ、後輩だよね、はい、高校のね、高校のね、まさかねえノーヒットノーランっていうところまで来て、いやいや、いやそうだよ、ルーキーでっていうとまたすごいですよね。すごいよな、まあ、それで2試合投げて防御率が 0.00、うん、まあ、2勝目を挙げたというね、はい、あ、まあもったいなかったね、もうめったにない、うん、しかもプロでですから、そうだ、ね、うん、だから日本ハムの方は語ることがないんだよ、ん、語ることがない、はい、いや、ムクノキの、うん、まあ、好投だけが光ったというね、あ、この試合についてね、はい、まあ、打ったのは佐藤っていうね、うん、まあ、
バッター、右バッターだけどもね。ムクドキ投手は一生忘れられないでしょうね。一生忘れないね。その一球とこの打たれた、いや本当よ、ことと。ね。はい。はい。で、第2戦、あ、はい、第3戦、はい、まあ、竹安とポンセ、うん、やっぱこう、7連勝の後に、うん、まあ、4連敗かな、はい、になってるから、まあ、ポンセっていうのは非常にボールに力があるし、うん、まあ、すごく期待をした、まあ、しかし、野村が発熱、そうなんですね、4番打ってたね、またここに来てね、そう、またあの打撃の軸が。そうだね、で大好きな俺の今川が4番に入るというね、うん、はい、いうことで、まあ、ゲームはスタートするんだけども、うん、はい、やっぱり吉田、うん、オリックスの、ね、うん、反対方向にホームランを打ちみたいな、はい、まあ、バッター陣を見ると、まあ、中川、紅林、うん、まあ、こういう若手もね調子をどんどん上げてきてるし、うん、で新しい外国人のマッカーシー、はい、まあ、これが日本の野球に慣れつつあるよね。うん、いやだから打線がこれつながってくるなと思ってさ、はい、まあ、福田宗、ね、吉田杉本とか、はい、まあ、そういう風に打ってくると、うん、まあ、中川が3番かで吉田杉本とかってつながってくると、はい、うん、これはやっぱり昨年みたいな打線のつながりを見せるかなっていうね、ここに来て、うん、そんな感じがするよね。で日本の方はあの大根の監督を立ててね、はい、今戦ってるんだけども、ね、まあ、今を4番に抜擢したという、うん、まあ、ノーヒットに終わるんだけども、うん、そのうち2つがゲッツーというね、うん、まあ、ワンアウト1、3塁かな、うん、で同点になるチャンスも作ったんだけど、はい、まあ、セカンドゴロゲッツーということで、まあ、試合は負けて5連敗と、はい、まあ、今川に言いたいのは、うん、やっぱり魅力はホームランなんだよね、うん、でね、すごくねバットのヘッドの使い方ってすっごくうまいのよ、うん、あれを流しに行くとさ何の魅力もなくなるの、うん、だから今荒削りでね、いやもらったチャンスだから思い切っていくんだ、全部ホームラン狙うんだぐらいの、うん、山川が全打席ホームラン狙ってますみたいな、うんうん、そのぐらいのつもりで行ってよみたいな小さくならない今川、ね、なるほど、うん、結果が欲しいのは分かるけど、うん、小さくなったら何の魅力もなくなる、まあ、またね今チーム状態がそういったことで、まあ、打順とかね、うん、いろんなことを変わったりしてると、いろんなやっぱり余計なことじゃないんでしょうけど、いろんなことが頭を渦巻くから、うん、やっぱりね4番ってやっぱり責任があるんだよね、うん、やっぱそれだけね、うん、まあ、だからいい勉強したと思って、うん、次のチャンスがもらえたら思い切っていってくれって思うね、まあ、そこはあえて思い切ってってことです ね、 うね、うん、はい、ただ5連敗になっちゃったね。そう、7連勝の後の連敗ですよね、うん、ちょっと痛い ね、 ね、はい、うん、はい、はい、まあ、最後ソフトバンク対、楽天、はい、ね、大関と竹中、うん、大関が8失点、あ、その試合でもう楽天打線が大爆発、うん、5本のホームラン17点を取り、うん、ね、浅村そのうち2本、はい、1試合2本は今季初ということで、うん、まあ大量点だよね、21安打17得点すごいすごいよ ね、 ね、うん、ただ大関がね一頃の春先のような球のキレとかあんまり感じないんだよね、うん、で逆にその春先あんまり良くなかった滝中が少し上がってくるかなというようなね、うん、まあ、そんな感じがするよね、はい、うん、ただ、楽天って打てない、つながりがない、うん、やっぱり2戦目が大切なんだよね、うんうん、だからその打てるピッチャーはコッパみじんにするけども、うん、打てないピッチャーにはからっきしダメという、極端なんですね、極端、うん、で2戦目が千賀と岸の投げ、はい、ね、線が大したもんだなやっぱりな淡々と淡々と力を抜きながら、うん、まあ、入れるところは入れて、うんうん、で8回4安打、ね、無失点という、はい、でバッテリーを組んだ甲斐、はい、ね、打撃でも援護と、うん、で2人でお立ち台と、そうでしたね、うん、もう余裕しゃくしゃくだね、うん、だけど、まあ、楽天のその前日のね、
はい、バッティングを見てると千賀もやっぱこう慎重に立ち上がったと思うんだよね、うんうんうん、だから謎 あのデッドボールとかもいろいろあったんだけどもさ、はい、まあ謎でもないが引っかかって、うん、デッドボールがあって、まあ、初回だけちょっとピンチを迎えるんだけどもね、はい、まあ、だけどそこを無難に切り抜けたら、うん、まあ、スイスイといったよね、うん、ただ相手が岸だけにねやっぱ選手点はやりたくないだろうなっていうような、うんうん、まあ、慎重にこう立ち上がりながら、はい、まあ要所要所は力を入れてっていうね、うん、でその試合、うん、今季14度目の、完封負けということ、だから極端なんだよね楽天が。そうですね、うん、前の試合と同じチームなのっていう。そうなんだよ、それ4安打に抑えられる、まあ確かに千賀の力を持ってすればさ、うん、そう簡単には打つとは思えないんだけどもさ、うん、なんかつながりがあってもいいじゃない。そうですよね、前日のことを考えると。そうですよ、もうそのつながってる、ね、連戦なので、うん、だけど全くつながりを感じなかったっていうのがちょっと寂しいな。うん、で岸は高騰してたんだよ、はい、やっぱこう配球も考えて住谷と、ま、あの真っ直ぐで三振を取ってたというね、うん、変化球で組み立て真っ直ぐで勝負、うん、見事なピッチングをしてたんだけども、ちょっと自分のピッチャーゴロとかそういう処理が、はいはい、そうでしたね、あミスにつながって、うん、まあ、それが失点につながるという、うん、まあ、ちょっと後味の悪いね、負け方だったけども、はい、やっぱ千賀の好投を見るともうちょっと諦めるしかなかったかなっていうふうに思うね、うん、はい、はい、ということで、はい、これロッテとオリックスが脅威、ここに来て本領発揮、はい、オリックス先ほども言ったようにピッチャーはもういいよ、うん、本当に、はい、ね、あの向くの、はい、もう加わりましたね、もう加わったし、もう、うん、もう本当盤石になってきてるよピッチャーには。もうこうね、あとは、うん、なんだ、もう打つ、そう、打つだけでしょ、それがそこもね、そこもちょっとつながり出してきたという、整ってきたかなという、整ってきたし、みんなが状態が上がってきてるということから考えると、うんうんうん、日本ハムじゃなくても、うん、勝てたんじゃないかっていう試合なんだよね。うん、なるほど、うん、でロッテの方は、はい、まあ、西武相手にこう非常に苦戦をしたんだよ、はい、でも逆転で勝ってきたという、うん、だからこれも考えてみれば乗りやすい勝ち方、しかも西武はもうその全カードで首位に出てきてるチーム相手にということを考えるとね、そうそうそう、うん、考えると、うん、やっぱこうロッテが、うん、これちょっと来そうだなっていうね、もうビシャッと西武の勢い止めてしまったような、いや、だからまあ次のカードがねお互い大事なんだけども、はい、次のカードはロッテは日本ハム、はい、ね、だからここら辺はやっぱこう取りこぼせないよね、うん、はい、まあ、というこうね、はい、3連戦でしたけども、さてさて順位表がどのようになりましたでしょうか。はい、首位交代ね、うん、これ特徴的なのが、はい、セリーグとパリーグ、そうですね、この一応セリーグも順位がこう変わったりしたのは書いてあるんですが、うん、まあ、今回下に書いてあるのはパリーグに関してですか。そうそうそう、うん、パリーグに関してね、首位交代、ますます結果 3.5 ゲーム差、何がっていうと1位から5位ですね、そう、こっからここまでね、うん、が 3.5 の中にいるという、うんうんうん、で逆に言えばこっちが混戦なんだよね、これはね、下まで2位から6位ですね、2位から6位、まあ2位から5位って言ってもいいかな、うん、うん、がもう本当に混戦なんだけど、なんか毎回どこか入れ替わりますよね。そうなんだよ、うん、でね、特徴的なのが、うん、セリーグはね、ヤクルトしか貯金がないんだよ、うんうんうん、で、DeNA は5割なんだけどもね、はい、まあ、貯金はしてないと、うんうん、もうヤクルト1人だけ貯金をしてると、はい、で、パリーグの方は面白いのに、うん、日本ハムだけが借金抱えてるんだよ。あとはね、オリックスは5割なんだね。線が引ける場所がそうそう上と下ということですね。だからすごく面白いなと思ってさ、いつの間にこういう感じになったんでしょうかね。まあね、うん、いつの間にかだよな、ね、まあだけどやっぱ面白いのは、うん、オールスター、はい、あー5、はい、どういうふうなスタートを切るのか、うん、それとやっぱ次の、うん、今日からの3連戦とか、はい、まあ、2連戦のチームもあるけども、どう戦っていくのか、うんうん、まあ、それはちょっと楽しみだね、はい、あのローテーション崩して全員つぎ込んで勝ちに行くとか、うん、まあ、そういうこともちょっと必要かなと思うし、うん、思うしね、うん、
ただ西武は週に経ってちょっと硬くなったのかな、これな。なんでしょうね、うん、ちょっと投手陣が非常にあの、うん、今までこうすごく良かったのに、うん、まあ、1点台誇ってたのに、うん、ちょっとこう崩れかけてきてるから、うん、ちょっと立て直さないといけないなって思うよね、うん、まあ、ソフトバンクはさすがなのはさ、17点取られても次の日しっかり勝つというね、ね、うん、まあ、そこら辺はすごいなと思うけど、はい、ただ千賀しか勝ってないからね、うん、なるほど、いや本当に、うん、まあ、千賀しかこう安定してか先発ピッチャーで勝ち星を拾ってるのは、うん、あの千賀ぐらいしかいないからね、うん、だからまあソフトバンクも楽ではない、はい、まあ、でもパリーグも面白いね、これからね、うん、まあ、いろいろとね、本当に、うん、オールスターできるのっていうぐらいちょっと今ここに来てプロ野球界コロナがコロナでな、うん、だからここら辺もやっぱりしっかりした判断をちゃんと出さないと、うん、まあ、大変なことになる可能性もあるしね、あとにも影響してくる可能性もありますね、うん、ただね、メジャーの話を言うと、うん、ざっくりだけども、はい、風の扱いにしてるんだ、だから平気なやつは言わないんだって、うん、できると思ったら自分で、うん、検査も受けだから、なんかそういうふうにやってるらしいよ、メジャーはね、うーん、はい、なかなか難しいですね、うん、まあ、ということで、はい、ね、今回はパリーグだけ、はい、ね、この字を書いたのは妻でした、はい